帰るぜ舞鶴。はい、森本隆史です。いつもとは違うタイトルコールから始まりましたけれどもですね、やばいぜ舞鶴、森本隆史ならこう帰るの、新バージョンです。よろしくお願いします。今日はですね、2023年の1月の14日土曜日なんですけれども、共通テストが始まりました。大学入試一斉テスト、共通テスト始まってですね、大学生の皆さん、大学生を目指す皆さんがですね、ほんまに一生懸命この1年間ね、3年間か3年間以上頑張ってきた成果を見せる時なんでですね、皆さん頑張ってくださいね。舞鶴のこの大学入試の皆さんもほんまに頑張ってください。皆さんがですね、大人になってですね、舞鶴に帰ってこれるような、そんな素敵な街を私は作っていきたいと思ってますんで、大学生の皆さん頑張っていきましょう。ですね、そんな感じでタイトルコールが変わりました。やばいぜ舞鶴から、もうちょっといきなりなんで、いきなり間違えたけども、帰るぜ舞鶴、はい、というタイトルに変えました。これもこのずっとじゃなくてですね、このいい話をするときは帰るぜ舞鶴という形にしたいと思います。僕ね、いつも言われるんですけど、森本さんはええ話すんねんけど長いねんって言って言われます。昨日ももう30分以上喋っててですね、長いねっていうツッコミが入ってましたけれども、僕の友人にもよう言われるんで、はい、短めにやっていきたいと思いますんで、このやばいぜ舞鶴じゃなくて、この帰るぜ舞鶴は、一応5分以内に話、終わります。これは今の分は、置いといてね。5分以内に僕の政策ね、舞鶴をこういうふうに変えるんだっていうことを、もうちょっと細かいディティールを、政策だけ並べるんじゃなくて、こういうディティール、僕の思いなんかをこの5分以内に話してですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。僕のね、いつもの長いやつでずっとこう喋ったりだとか、あとショート動画で政策だけポンポンポン言うてるんですけれども、もうちょっとその中間ぐらいが欲しいかなと思って、やっぱね、長すぎると細かいところまで多分皆さん頭に入ってないなっていうのは最近痛感してるんですよ。ずーっとね、いろんなこと言うてるんやけども、やっぱり絶対もう悪いイメージだけが頭に残ってるんで、皆さん、はい、結構ほんまにずっと言うてるんですよ。子育ての話とかね、経済の話とか、ずっとこういろんなこと言うてるんやけども、やっぱ結局頭に残るのは不倫とか、わいせつとかね、そういう収賄とか、そういう悪いやつだけが皆さんのために頭に残るんで、ちょっともうほんまにもっと聞いてもらわなあかんな、僕の政策を聞いてもらわなあかんなと思って、ちょっと今回帰るぜ舞鶴っていうのをやることにしました。はい、特にですね、若い方たちからの意見で、もっと森本さんの話を聞きたい、政策を、舞鶴をどう考えるんかっていうのを聞きたいっていう話を聞きましてですね、ほんまにちょうどこの話長いよなと思ってたんで、今までショート動画でね、制作をこうアップすることをこう重要視してたんですけれども、ちょっとこちらもうちょっと5分ぐらいの話でしてみようと思って、今回ちょっと初めて取り組みますんで、ちょっとお聞きづらいとは思いますけれども、はい、聞いてください。じゃあすいません、ここにストップウォッチを用意してるんで、はい、じゃあちょっとすいません、初めてなんで過ぎるかもしれませんけれども、5分間ぐらいでお話ししたいと思います。はい、それでは始めます。はい、森本隆史です。舞鶴を変えるためにですね、僕はこう市長を目指してるんですけれども、森本さん市長になったらまず最初に何すんのみたいな話を聞かれます。僕が最初に市長になったらこれをするんだということ、まず最初にこれやらなきゃいけないことはもう決めてます。それは何か、草むしりです。はい、草むしり、もう意外やと思いますけれどもね、僕ね、東の駅から赤羽市役所に行く道がですね、もうあちこちね、この冬やというのにですよ、草がもういっぱい生えてんのがですね、もう耐えられへんすわ。あれほんまにやめません。もうね、舞鶴のいろんなところ、言うても観光地としてもうね、今まで頑張ってきましたやんか。それが駅から、観光施設であるこの赤レンガパークね、行く道ね、あとは高速、東の高速から赤レンガパーク行く道、汚いですよほんまに。もう草ぼうぼう、あれまずなんとかしましょうね。割とまだね、西舞鶴の市街はええんですよ。市街はもう、でもね、東側の道がやっぱ草ぼうぼうが目立つんやですわね。僕が東に住んでるからかもしれへんし、送迎でよく東の駅は利用するんで、
あのいつも見てるんですけれども、東の駅前ね、ほんまに朝早くからあの数名の方がゴミ拾いはされてるんですよ。だから東の駅前はもうゴミ一つ全然落ちてなくてですね、もうすごいあの毎朝頑張って掃除してくれる人たち、まあ、週に1回ぐらいかないてはるんで、それを見てるんでですね、まあ、ゴミは落ちてないんですけれども、周りの、植栽のところもですね、まあ、今はちょっと綺麗になってますね。もう草抜いてやってますけど、長い間ずっともう草ぼうぼうやったでしょ。僕もこの、ね、動画で何回もずっと草ぼうぼうや言うてましたし、あとはその、ね、赤レンガパークに至るまでの道がですね、周り見ても全部もう草あちこちこう道路上に生えてるんですわ。で、自衛隊さんの前のところもそうなんですよね。で、結構自衛隊のところも要は観光客の方がずっとこう歩いてはってですね、僕はあんなん見てて、あんなんでよう観光客呼ぶ思うな思って、いつも思ってますね。で、まあね、そんなんやったら自分で抜いたらええやんって言われるかもしれませんけど、やっぱそういうなんかルールとかね、どっかで許可取らなあかんとかいろいろあるんで、まあ、わざわざそんなことまでして、あの今僕がやるべきことではないんと思ってて、まあ今までやんなかったですけども、多分ね、前からも駅前汚い汚いって草ぼうぼう草ぼうぼう言うてますやんか。だからあれをね、なんとかしたい。だからね、とりあえず市長になったら草抜きみんなでしましょう。俺はだから、まあでもね、多分そんな予算とかもないんで、絶対そんなね、3月の予算ね、あの来年度の予算する前なんで、お金が多分ないと思うんで、もうすみません、ボランティア募るんで、僕がね、あの市長になったらみんなお願いやから草むしり手伝って言うんで、みんなでやりません、草むしり舞鶴東の、とりあえず駅前からあの赤っ端の辺で、もう一つはあの、ま、次は、高速、東の高速からあの27号線出るぐらいのところ、あの辺もずっと汚いです、うん。で、まあ、西はね、まだ綺麗なんで、多分西はもうあの皆さん多分あの結構しょっちゅうやってはるやと思うんで、西はもうそんなにないんですけど、まあ若干はあるんでね、まあ、その辺りもあの草むしりはまあするんですけども、とりあえず東の駅前からと東のインターからのところが汚いですから、まずそれをあの僕は綺麗にしたいと思います。もうめちゃくちゃ地味なんですけど、もうそれずっとしたいな思ってますね。だって玄関口が汚い会社なんてあの儲かんないです、絶対儲かんないですよ、うん。僕はね、自分のところの会社で、ね、ちょっと今はね、ほんまにちょっと恥ずかしい、あの忙しすぎてですね、ちょっとなかなか綺麗にできないんですけども、あの入り口から玄関入ってくるまでお花がブワーッと満開ですからね、春になったら。ちょっとでも今このね、あの政治活動が忙しすぎて、ちょっと来年のか、じゃあ今年の春はあんまりいつも去年みたいには綺麗にならないかもしれないですけど、まあそれなりにあのたくさん球根とか花とか植えてるんで、バラも植えてますから、ぐらっともうあの5月6月はめっちゃいい感じになるとは思うんですけども、まあ今もチューリップも仕込んでるんでブワッとなるんで、だからそんな感じですね。まあとりあえずそのお花を植えることまではいかないですけれども、とりあえず草を抜いてですね、舞鶴をもうちょっとマシにしたいというふうに思ってます。まあそれがあの僕の、最初のこの市長としての仕事なんで、草むしり手伝ってください。舞鶴きれいにしましょう。まずそこからです。玄関口をきれいにする、そこからまず会社立て直し始めますので、会社長は市役所の立て直し、まあそんな感じで、僕はまず最初市長になったら、草抜きする。以上でした。はい、帰るぜ舞鶴。よし、うん、ちょうどこれで今で5分なんで、まあこんな感じでですね、5分間で私の政策をこの PR していきますんで、あ、言っていけそうな、していきますんで、あのよろしくお願いします。まあこういうね、余談を挟むと長くなるんで、あの、まあ、次回からはあのいきなりバサッとこう入るようにします。まあでもね、あのいつものこのなんかいろんなネタもお話ししたいんで、まあそのあたりをちょっとどうするか考えるんですけども、まだまだね、またいろんなネタ入ってきてますね、ほんまに。もう、全然選挙とか政治とか関係ないんですけど、議員がめちゃくちゃ不倫してるよみたいな、そんな話も入ってきてですね。まあ、皆さんそれの方がもしかしたら聞きたいかもしれませんけれども、まあ、これから5分で私の政策をお伝えする。もうしかもこうディティールまで伝えていくね。あの、少しずつこうやっていきますんで、変わるぜ、舞鶴！今後ともよろしくお願いします。はい、以上です。それでは。